ロケに行ってまいりましたね、今日ね。あ、今日ね、そうだね。そうなんですよ、関西の番組なんですけどもね、あの象がいっぱいおるところに行ってきましてね、あの千葉県の、すごかったな。すごいね。本当にもう日本であんなに象が見れるところないんじゃないですか。確かに象、10頭の象がいましてね、でこう行列でこうなんていうの、パレードみたいな象がやってね、10頭が、でその上にみんなタイ人の人が乗っててね、でその後なんかこうなんかなんていうの、ショーみたいなのやるんですけど、ゾウめっちゃ賢いな。いや、すごいびっくりした。絵描くんですよ、あの鼻にペン持ってね。桜の絵とか菜の花の絵とかな、めちゃくちゃうまい。ほんであの鼻でこうフラフープみたいなのずっと回したりとかさ、でこうダンスみたいな曲流したらさ、なんかもうゾウがこう全員こうやって踊るんですけど、よう見たらあのタイ人が硬い棒みたいなでずっとこつってたからこんな釜みたいな先っちょも金属の余裕で人殺せそうなぐらいなんつってもう怖いの持ってた。だからこう楽しそうにこうやってそうやってるんで、子供とかわーって言うてるんでね、裏ではタイの人全然思ってへんからゾウにしたら痛くないから。痛くないですよ。皮膚がすごい硬いしね。そうそう、でも誰もゾウになった経験ないけどな。痛いぞ。あ、どうしても痛くなっちゃった、ごめんなさい。しょうもない、しょうもないんですよ。そうですね、いやあのちょっと子供もあのわーわーってさ、わーってな、サイレンでわーってなって、でゾウとかがわーってこういろんなこうゲーしたりさ、うん、あのサッカーの PK とかするやつ、ゾウがキーパーで、うん、ゾウがシュートでな、うん、そのすごい球打ったりして、うん、でわーって盛り上がったりするんだけど、たまにもうびっくりするぐらいの量のおしっことうんこをブワーするね。ほんで一旦中断なんで、ね、そのうんこ音おしっこ待ちみたいな、ね、うん、その時にやっぱ子供がわー言ってたのに、その現実見た瞬間子供がもうみたいな、ものすごい量のお母さんあれ何みたいな、むっちゃなんか出てるけどみたいな、一回中断してもう、そのもうすごいんですよ。もう昔ムツゴロウさんがこうシャワー代わりにしてましたからね。え、シャワー代わりにしましたから、ムツゴロウさんが ゾウさんのあれですか。ゾウの股に、股ぐらに入って、あーシャ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 ー言うて、ムツゴロウさんやっぱりうわこれ全然臭くないですよ言うて、うわーシャーシャー言うて、でもちょっと顔ちょっと臭そうにしてそれぐらいのやっぱ言ってんな、シャワー代わりになるぐらいの量のおしっこでしたから、すごい ね私もちょっとうんちの掃除もしてきましたけどね、象の国やったかな、象の国みたいな名前ですね、千葉県にあるとこですけど、そうそうそう、まあ、関西ではまあ近々お昼間にあのブラマヨさんの裏マヨという番組でね、あのオンエアになりますから、ぜひともそのね、タイの人がこう全然笑ってなくてくっついてるところをぜひとも、どこ、そ見どころそこじゃないですか、玄人の見どころと言いますかね、やっていただきたいですけどね、ぜひね、はい、見ていただきたいですね、よろしくお願いします、